ジェラール・ジャンジュスト・ジェラール・ジャンジュストはカトリック司祭である。ハイチのポルト・オプランスの貧困地区にあるサンクレール教会を志牧していた。彼は解放の神学者の一人であり、ラバラの家族の支持者でもあった。1978年にジャンジュスト神父はマイアミにハイチ難民センターを創設し、南フロリダのハイチ人共同体で敬愛された人物である。2006年、 ハイチの首相、ジェラール・ラトルチュに対し団固とした反対を示したことで、ハイチ及び在外ハイチ人の間で名声を得た。ラトルチュによる事実上の支配は、ジャンベルト・ラン・アリスティドの政府が、反政府反乱の暴力で倒されたことでもたらされた。後に、クーデター首謀者が、カナダ、米国、及び、フランス政府の明白な支援を受けていたことが、判明した。 彼の名声が高まるにつれ、ハイチ警察はたびたび彼を逮捕するようになった。彼の投獄に対する国際的な批判の高まりを受け、2004年11月、ハイチの政権寄りの警察とラトルチュ政権の樹立以来展開している、国連平和一部隊による投獄、拷問、殺人の中、7週間の投獄の末に一時解放された。 フロリダのマイアミへの旅から帰ったばかりの2005年7月21日、ジャーナリストのジャック・ロシュの誘拐及び殺人に関係したとして彼は警察に逮捕された。ロシュの誘拐と銃弾で蜂の巣状態にされた遺体の発見の両日とも国外にいた事実にもかかわらず、ロシュに敬意を表するために葬儀の現場に現れたジャンジュストを遺族は葬儀後すぐに集団で襲って 告訴した。2005年7月28日国際アムネスティはジャンジュストを両親の囚人に認定した。2005年12月5日の時点でジャンジュストの資料が暫定政権によって任命された裁判官による審査を受けたが彼は国中に残された。どんな正式な罪も彼に課せられてはいなかった。フロリダはジャンジュストらの逮捕などを理由に選挙への不参加を 表明しているが、彼は2006年1月に延期された。次回選挙でのラバラの潜在的候補としても浮上してきた。2005年12月末米国の医師は初診でジャンジュストを検診し、血液サンプルを分析した結果、ジャンジュストが癌にかかっていると確認した。ハーバードの医師のポールファーマーはジャンジュストが慢性。リンパ性、白血病にかかっていると述べた。彼は病気が。 即座に致命的でないというが、癌がより重篤なものに変わる可能性もあった。ファーマーは、マイアミヘラルドに、彼が、牢獄から釈放されず、米国などで適切な治療を受けられなければ、ゲリー神父は深刻な困難に遭うだろう。と述べた。2006年1月29日、ハイチ政府に釈放された、ジャンジュストは、白血病治療のためマイアミに到着した。 2009年5月27日、ジャンジュストは長い闘病の末、マイアミのジャクソン記念病院で満62歳で死去した。ありがとうございます。